やってきました。あの日がやってきましたね。おはようございます。おはようございます。なんかもう掘って。もうこの格好を見てちょっと想像つくと思うんですけれども、あるイベントに走りに行ってまいります。約1年前の。そうですね。シティマラソンを彷彿とさせるような格好をしてます。いや懐かしいですけど。ちなみになんかどういうイベントなんですか。イベント名は第15回国営越後丘陵公園リレーマラソン大会というなんとも楽しそうな大会ですね。説明するとチームでリレーをしながら 42.195 キロを走るっていうものなんですけど、1人2キロを走って次の人にバトンタッチしてまた2キロ他の人が走ってっていうのを繰り返していって最終的に 42.195 キロになるっていうものなんですよね。当然1人で走るっていうわけではなくてですね、あるチームの皆さんと一緒にご一緒させていただくことになっています。何人ぐらいのチームなんですか。6、7人ぐらいだったかな。単純計算して、はい、1人だいたい3、4回走るみたいな。そうですね、はい。なんかそしてそうなんです。そしてまたちょっとかなり重圧かかっているのが、あの一緒に今日その走るチームの皆さんがなんと大会これまで4連覇をしている。今日もし優勝した場合、なんとリレーマラソン大会史上初の5連覇を成し遂げてしまう。大事な時に私行っていいんですかっていうようなプレッシャーしかないんですけど、本当はなんかリレーマラソンなんか楽しそうな雰囲気というかね、もう仮装して走っていたりとか、そうなんですよ、男女混合でもうみんなで楽しくゴールしていこうっていう感じなんですけど、そのチームはもうマラソンだったりいろんなロードレースで上位にいる人たちばかりなので、すごい絵になるんじゃないかなと思う今から思ってます。また丘陵公園でお会いしましょう。めちゃくちゃいい天気じゃないですか。いや最高ですね。今日およそ1000名の方が参加されるということなんです。で多分チームの代表の方が来ていると思うので、一旦じゃ合流します。そうですね、まさかの最強チームに合流されるもう歴代1位優勝ナンバーワンですから。強力な助っ人を皆さんもう入られてましたよ。あ本当ですか、あ今ちょっと手を振ってくださった方があの代表の大谷さんです。大谷さん調子はどんな感じですか。私はまあぼちぼちだね。ぼちぼち練習は順調に。練習してるよ。がっつりとがっつりとされてる。おはようございます。よろしくお願いします。一緒に走られる橘さんです。お願いします。お願いします。今日の流れ的に10時半スタートじゃないですか、はい、その前にミーティングをやって、はい、で大谷さんが掛け声かけるんで、はい、最後に自分から一言もあります。いいよそれ。憧れるのはやめましょうとっていうのを言ってもらって、最後に5連覇目指して頑張ろう、怪我しないように頑張ろうみたいな感じでやるという形で。憧れもないもん。憧れも佐藤です。お久しぶりです。大橋さんです。お願いします。お願いします。かっこいいとこを撮ってください。わかりました。大会のプログラムです。はい、私たちのこれですね。6番、イダテン野郎です。何ですかイダテン野郎って。どういう意味なんでしょうね。チーム名イダテン野郎、噂のイダテン野郎です。大谷さん、イダテン野郎ってどういう意味があります。意味はあんまりない。早い男たちの集まりということで。わかりました。ようやく聞きました。あんまり意味はないそうです。多分これで勢揃いじゃないかな。これが噂のイダテン野郎です。おっきゃり勝ちじゃない。思ったより勝ちじゃないですか、これ。これ雰囲気違いますよ、なんか違いますよね。このテントだけ雰囲気が違う。タンクトップ、パンパン。いるからに鍛えられた足。ガチだ。アップに行くそうです。はい、山岸さん、よろしくお願いします。テレビ新潟の佐藤です。素晴らしい。最近ってどんな感じなんですか。最近は2分ぐらいつけて優勝かな。もう大谷さんがもう県内のいろんな選手を呼んでくるから、なるほど。もうドリームチームがもう出来上がってるんですよ。はい、本番どのぐらいのペースで走るんですか。6分切りを目指して。6分切り。時速でいうと20キロですね。もうすごいスピードで皆さん走っちゃうわけなんですよ。はあ、暑い。まだウォーミングアップです。今とりあえず一周走ってきました。今走順の確認をしています。はい、1、2、3、4、5、6、7、
まあ、最後アンカーが楽々いけるだったら謙信でもいいし、そうです、楽々いけなくてもアンカーは差し出せるけどいや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 、過去最小差の優勝うちら3秒差で勝ってることがあるから。うわすごい。ちなみにライバルチームってどんな感じなんですか。あ、伊藤106番のチームか。6番かなり強い。かなり強い。箱根を走ったメンバーが、箱根を走ったメンバーがいるという。すごい。大谷さん、全員揃いました、はい、はい、おはようございます。おはようございます。今日はじゃあ1日よろしくお願いします。ミスのないようにお願いします。あとカメラ入ってますけど、意識せずにリラックスして走ってください。今まで通りの走れば多分勝てると思いますので、よろしくお願いします。健信くん、はい、史上初の5連覇がかかっているということで、まあ、ちょっと足を引っ張らないように私はちょっと頑張りたいと思うんですけれども、怪我なく、そして安全に楽しく頑張りましょう。それでは、えいえい、おお。あ、そうですね、大谷さん、あのですね、今回は残念ながらあのミスティミューアナウンサーはちょっと応援に来れず、まあ、大変ちょっと申し訳ないんですけれども、ちょっと彼女のスケジュールが合わずということだったんですけども、なんと彼女からメッセージを。あ、素晴らしい、参りました。みんなで見た方がいいんじゃない。イダテン野郎の皆さん、こんにちは。テニーテレビ新潟アナウンサーの西辻美優です。大会5連覇頑張ってください。応援しています。やった素晴らしい、よかったよかった。1人10秒早くなりました作戦大成功じゃないですか。あれ思っちゃったんですよ。俺はちょっと大橋さん頑張れ。大橋さん頑張れ。結構遅くに行ったから。大橋さん行きました先頭のやつ。そうですね、まああのすっごい速い方なんで、始まっちゃった、始まってしまったよ。およそ2時間ちょっとこの戦いが始まりました。多分 あっという間に来ますよ、ここ。どの位置で来るんでしょうかね。おそらく一走から皆さん飛ばしてくると思うんで、打点やろうと近いところにいるチームがマークするところになりますよね。まもなく選手入ります。6番、打点やろう、大橋さん来ます。赤いユニフォーム、サングラス、かっこいいサングラスをつけた大橋さんが今やってきました。おー、早い早い、さすがの走り。おー、早い。やばい、トップで行きました。今トップ、そして今2位がおよそ5秒ほどあるでしょうか、 2,3 秒ほどでしょうか。続いていきました。いやー、ナイスです、ナイスです。すごい、さすがの走り。ちょっと大変なことになってきた。一走からこれは大変だ。お、早い。嘘でしょ、もう来た。 6番来ました。65、頑張れ。106、早い。どれぐらいだったの。5分50だったって。やばかったら俺1本しか走らんからさ。本当にちょっとだいぶ接戦だ。ちょっと6106。73。78、39、44、43。はい、きつ、やばい。87。後ろからの足跡が強烈ですね。2、3返しです。3人で今先頭争い。106。抜かれたな。6。誰、相手誰。マジで114 90 92。えっ、95、67、64 61。早いね。今多分総合で2位ぐらいですね。だその106をどう詰めていくかっていう。前半に後半落ちてくる。はい、じゃあ他に106と106との一騎打ちが強敵だ。いやー、2巡目とか考えたくないですね。まだ1回しか言ってないですからね。6、待ちわやった。115、
106、79、93、30、早っ、トップ出ました。ナイスラン。また去年と同じ。6分ちょうど。また去年と同じだ。ありがとうございます。これは早い。めっちゃ早かったなんか。で今走っていった山岸さんっていう人もめちゃめちゃ速いので多分差開いて多分渡すと思います。6、ラスト32、おー、ナイスラン、120、速い、39、今ここで2が来ます。結構きつそうですね。16、いろんなチームが改めて見るとね、いることに気づくんですけど、なんかやっぱりもうちょっと異様な空気感もありますね。そうですね、2巡目ですよ、間もなく。そう、あ、6、あ、違うか、あ、来ました、順次早い。さあ、1巡目ラスト、ヤトさん、ヤトさん、ナイスラン。おーおー、今特急当たりました。皆さんお疲れ様です。いやきついきついですか。お腹までなんかもう、あ、来ますね、来ます来ます。あ、見えました、ちらっとテントの向こう、赤いユニフォーム。おー、ラストスパートかけてる、早い早い、大きなストライド、ぐい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 前に進んでくる。おー、かっこいい。ラスト69、72、53、40、もうね、きついね。何分だったかな、6分ちょうどか。いや、もう早すぎるよ。いや、僕、間空きまして次来なくて、最後1番3で、3回飛ばして3回、はい。大丈夫、頑張って、ありがとう、頼んだ、頑張って、ありがとう。6、回しますか。お、走った、ラスト、ラスト、ラスト、よし、ラスト行きます。ナイスラン。30、しましたね。すごいね、優勝です、イダテンヤロー。本当にチームのみんなが早すぎてどん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 差を広げてきてくれたので楽しく、うん、最後はですね、もう落ち着いてゴールテープ切ることができました。いや、気持ちよかったです。楽しかった。どうですか、今後の、はい、目標というか、まあおそらく今年も新潟シティマラソン、もうシティマラソン、もう新潟シティマラソン、実はもうエントリー知ってます。あ、
そうなんですか。もう逃げられない状況を自分で作っちゃったんです。そうなんですね。バチになる。今年はなんか目標とかあったりするんですか。目標はもう決まってます。おフルマラソンで2時間4分を切るのが目標です。去年が44分だったので自己ベストを目標一番捉えつつもやっぱり40分、30分台でゴールする、まあ、そこに向けて、ね、練習するね動画とかもまた撮れたらいいなと思います。そうですね、夏前か夏中ぐらいに撮りましょうか。挑戦動画もこうした普段なかなか見ることのできないランニングシーンもちょっとご覧いただけると嬉しいです。 YouTube でしか見れない、はい、楽しかった。お疲れ様でした。ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。